ガリです。今日はですね、タイラバのネクタイに関するご質問をいくつかいただいたので答えてみたいと思います。正しくはですね、タイラバのネクタイの質問というよりはダイソーの風船に関して質問ということで、お答えしていきたいと思います。こういうコメントいただきました。はじめまして、ガリュウさんのタイラバを真似て作っているんですけども、どうしてもダイソーの風船がうまく切れませんと。カッターでやってもハサミでやってもギザギザが目立ってよくありませんということでですね、最近ガリュウさんは細いネクタイがお気に入りのようですが、とてもそのようにカットする自信がありませんということで、何かコツがありましたら教えてくださいということで、僕がやってる方法、もしよろしかったらご紹介してみたいと思いますね。それともう一件、以前生放送でストレートのネクタイもダイソー風船でできるとおっしゃっていましたが、いつ教えてくれるのでしょうか。はい、ずっと正座して待っているのですがということなんですけども、大変申し訳ございません。もう本当にね、全く忘れておりました。はい、ということでですね、こういう細いストレートタイプとこういう細いカーリータイプですね、この2種類をちょっと今日は切ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでカーリーを先に作っていきたいと思います。これは何を使っているかというとですね、皆さんもおなじみだと思いますけども、ダイソーのバルーンアート9インチのネオンカラーというですね、ちょっと発色の良いものですね。イエロー、グリーン、ピンク、オレンジが入ってるんですけども、こういう感じで、これはピンクですね。非常にビビッドなカラーで、綺麗な発色しますんで、これうまく切れればむちゃくちゃ釣れるということは、もう全国の視聴者さんがもうすでに実証されてます。まずはカットしていきます。私最近はですね、カッターを全く使わないんですよね。ハサミで切っていこうと思います。これむちゃくちゃ切れるハサミではなくてですね、意外とぼんやりとしか切れませんが、こういう感じで円形にまず縁をカットしていきます。かなり大雑把でいいと思いますよ。綺麗な円を切らなくてもギザギザがあって全然構いませんので、こんな感じですね。2枚の円形のゴムをここで取り出すみたいな感じになりますね。この円を使って作っていくんですけども、これですね、これは、ダイソーの仮止めテープですね。まあ仮止めっていうぐらいですから、粘着力が非常に、強くないって言ったらおかしいですが、まあ強すぎないって言えばいいんですかね。非常にちょうどいい、程よい粘着力のテープがありますんで、先の方を丸めてですね、この台に僕の場合はこうやって貼ってしまいます。と円形ですとですね、もう1枚あった方がスペース的にはいいと思いますんで、一回同じことをですね、こっちが粘着面、こっちが背中なんですけども、くるっとこのように回して、こっちが粘着面ですよ、表が粘着面になってます。そしてここに、先ほど切り出した風船、これを置いてですね、このように指で撫でながら、伸ばして貼り付けるというよりはですね、こうくるくる撫でるようにね、してもらった方がいいと思います。わかりますかね、こんな感じで。まあ R のきついところはもうくっつくことを拒否しますんで、まあそこを無理やり貼ってもいいんですけども、台紙が歪んできますんで、そこは無視して、この状態でもう一回円を切り出します。これ仮止めテープを貼っとくとですね、もう信じられないぐらいバッチリ切れますんで、これ結構ぼんやりした切れ味のハサミなんですけども、仮止めテープに貼ってしまうと綺麗にサクサク切れますんで、よくね、綺麗に切れないっていう方はですね、この仮止めテープを1回貼ってやってからカットすることをお勧めします。はい、そしてこのように円形を切り出したらですね、今度は反対面ですね、テープ側の方にですね、自信のある方はもうフリーハンドでいいと思うんですけども、切り取り線をこのように書いていきます。僕は今回細いカーリーを作りますので、蚊取り線香のようなこのバコボンのほっぺたみたいな、くるくるをですね書いていきます。まあ、これフリーハンドですよね。まあ、これ書かなくても切れるよっていう方はいらないと思うんですよね。もう、ちょっと綺麗に切る自信がない方はこういう下書きをしておくと多分うまく切れるんじゃないかなと思います。あとはこの線に沿ってハサミを入れてやるだけなんで、どうでしょう、これだったら多分
ね、あのローリングカッターとかを使ってろくろのように回せみたいなことをこのチャンネルでまあ以前にはよく言ってたんですけども、うまく切れない方はこれが多分一番いいんじゃないかなと僕は思っています。細いカーリーを作るっていうのは結構難しいんですけども、こういうやり方だとですね綺麗に切れるかなと僕は思いますんで、これはおすすめです。どうしてもギザギザになっちゃって汚いとかですね、見栄えが悪いとか思ってる方はですね、こういう、仮止めテープ、ダイソーで売ってます仮止めテープというものに風線を貼り付けてからカットすると、綺麗に切れると思います。さらには、まあ、あの切り取り線をですね自分でデザインしたものを描いた上からハサミを入れると、小学生の図画工作のレベルで綺麗に切り出せると思いますんで、はい、このように切り出したものはですね、このテープの部分、ゴムの部分ですね、これ思い切ってこう引っ張ってちぎっちゃって大丈夫です。いいですか、パチンと、はい、これで、引っ張っていただいて仮止めテープを外していただくと、はい、これで、完成でございます。と、まあ、ギザギザしたところはほとんどなくてですね、綺麗なカーリー、こちら側が、円の外周ですね、このくね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 してる方が内側になっていくと、外側から内側になっていくにつれて R がどんどんきつくなるんで、右と左のですね、ネクタイでかなり動きが違うというものになりますね。はい、これはまあ、あの一般的に売られているもんでもこういう傾向にあるというか、ストレートとくるくるっていうのが多いんですけども、まあそれに近いような感じになりますね。はい、いかがでしょうかね。まあ多分これで切れると思いますので、ぜひこれでやってみていただければ大丈夫だと思います。まあね、このネクタイ非常に優秀なんですね。まあ、あの結構引っ張ってもちぎれないですしね。はい、ダイソーの風船っていうのは本当に綺麗にカットできれば本当にいいものなんで、しかも安いですしね。100円で何本できるかわからないぐらいできますんで、ぜひお試しください。はい、お待たせしました。続きましてはですね、ストレートタイプですね。はい、ということでストレートタイプは風船がですね、バルーンアート9とはちょっと違ってですね、バルーンアートモデリングバルーン260というものを使います。これよくあの遊園地とかで見かけるですね、風船であの犬作ったりキリン作ったりするやつですね。取り出してみますと、このように細長い風船で、まあ、きしめんのようにまあちょっと潰れてるんでですね、その一方からこのようにハサミを入れてですね、この折り目の部分をどんどんカットしていくような形になると思います。これで魚を開くようにですね、うなぎを開くようにカットしていくと、刃先をですね折り目に当てながらカットしていけばよろしいかと思いますね。開くとですね、内側粉降ってますんで、この開いた状態こんな感じになりますね。ちょうどうなぎとかアナゴを開いたような感じになりますけども、これもまた養生テープですね。この養生テープ、仮止めテープですね。この仮止めテープを使って、これも固定していった方が切りやすいので、先ほどと同じような要領で、少し長めですよね。今度はこのように仮止めテープを置いていただいて、ね、伸ばしながら貼るんではなくて、本当に置くようにポンと置いていただいて、これも指先でなぞるように、もう伸ばすことなくこのように置いた感じにした方がいいと思います。仮止めテープの余計な部分はもうちょっとカットして取っちゃいましょうか。はい、そしたらですね、今度はさすがにこの折り目の、もう一個の折り目ですね、もう一個の折り目の部分がかかるとあまりいい動きをしないのでですね、ここを避けながら細めのストレートをカットしていきたいと思いますね。まあこれもあの切り取り線、フリーハンドで切れる方はもうそのままスパーンって切っていけばいいと思うんですけども、まああのそこ自信がないよっていう方はですね、切り取り線を定規か何かで入れてしまえばいいと思います。真ん中の折り目を使わないようにカットすると非常にいい動きをしますんで、はい、まあこれぐらいでいいんじゃないですか。かなり細いものを今回作ってみたいと思いますね。で、端っこにはこういう三角をちょっとつけてみようかなと。まあここら辺のデザインはご自由に、されてみたらいいと思いますんで、
これはもう本当に簡単ですね。ハサミでマジックの線の上をカットするだけなので、先ほどと同じくですね、小学生のこう図画工作レベルでも、できると思いますんで、これをやっとくだけで、まあ、ストレートでもギザギザにはなりませんし、このようにこうハサミの息継ぎ部分って言えばいいんですかね、ザクッと切って一回離してっていうところでギザギザになりやすいんですけども、ゴムをそのまま直接切るとですね、この仮止めテープを貼った状態だとサクッと紙を切ってるような感じで切れますんで、あ、これこっちか、はい、もうワンライン切れば完成ですね。これもかなり細いですけど、綺麗にこのように仮止めテープを貼るとですね、安心してカットすることができますんで、よっ、もうちょっとかな、こうですね、ほい、ピッと、まあこんな感じですね。まあここ丸まってますけども、これも先ほどと同じで、このテープ部分をですね、パチンと引っ張ってやると、これ取るのは本当に仮止めテープ簡単なんでですね、これ普通のガムテープっていうか養生テープ使うとここがものすごく大変なんですけど、仮止めテープだとすごく簡単と思います。どうでしょう、ストレートタイプのネクタイ簡単にできます。はい、僕はですね、このタイプのネクタイと先ほど作ったカーリータイプのネクタイ2種類あって、カラーが4色あれば、まあ大体これで大体のものはいけるんじゃないでしょうかね。はい、これでも押しが弱いとかいう時はもう我流玉使えばいいわけで、カラーもほらイエロー、まあこの中何が入ってるんですかね、何しようかな、緑とピンクと、まあ、これだけ入ってればね、100円で何本できんだっていうぐらいできます。ほら20本入ってて、多分1本で2本は絶対取れますんで、40本は100円で40本はストレートタイプ取れますんでね、間違いなく、はいはい、ぜひ おすすめですんでやってみてください。ネオンカラーっていうのはですね、まあ、ちょっと電気消してみましょうか。ほら、わかりますか？ UV ライト当てればこのように光ります。要は紫外線に反応して発色するタイプの、カラーになってますんで、水中でもよく目立つ色になってますんで、組み合わせ次第ではすごくおすすめですね。はい。ということで今回はダイソーの風船を使って、カーリータイプとストレートタイプのネクタイを作ってみました、このような仮止めテープを使ってですね、できればマーカーなどで切り取り線を入れれば結構綺麗にできるよという、今日はお話でした。はい、ということでありがとうございました。